にちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、美しい絆に感動、空組トップコンビ対談記者会見ということで、ねえ皆さん、空組のトップコンビ真風すずほさん、そして純花さん、お二人の対談発表があって、どんな風にねお過ごしだったでしょうか。もうね、私のところにも本当に皆さんのねお気持ち、コメント欄にたくさん寄せていただいて、もうどれもね本当にうなずくようなものばかりでした。発表のね翌日に対談記者会見が行われましたので、私のね思いも交えながらその会見の様子をお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでね、対談発表があって、こう寂しさとか悲しみとかいろんなものがね入り混じって、皆さんのそういう気持ちが広がっていましたけれども、私はねこの今回の対談記者会見お二人とも見て、あ、なんかすごくすがすがしい気持ちで、もうやりきったなと思ってお二人とも辞めていかれるんだな、もうこの時だなと思って決断されたんだなっていうのが伝わってきたので、もうこれはね応援して最後まで最後まで見届けるのを楽しみだなって、思えてきました。ではまずはこちら、真風すずほさんの記者会見の様子からお伝えしていきたいと思います。で、まあゆりかちゃんが5年7ヶ月ということで、大劇場公演は9作品のねトップ就任でしたけれども、これがまあ柚木レオンさん、そしてアスミリオさんに続くね3番目の記録ということで、いやーもう本当にねトップオブトップとしてしっかりと宝塚歌劇団を支えて引っ張ってこられたんじゃないかなって、あの理事長のねご挨拶からも感じました。本当にキラキラしたもうシルバーのねラメのスーツをね着ていらっしゃって、後ろの金屏風に負けないように着てきましたって言ってましたけど、全然もう全然負けてなかったですね。金屏風なんか目に入らないぐらいゆりかちゃんが輝いていました。やっぱね対談を決めたこう宝ジェンヌさんの輝きって何なんでしょうね。本当にキラキラしていますよね。まあね、これから質問の内容もねお伝えしていきたいと思うんですけれども、まずはこちら、対談を意識したのはいつですかという質問がねありました。でやっぱりねトップスターというのはトップ就任と同時にもうねカウントダウンが始まっていくというのは皆さんご存知だと思います。ゆりかちゃんの中でもトップ就任と同時にトップはいつか終わりがあるという意識で、常にねこう劇団とも話し合いをしながら相談しながら歩んできましたってお話されていました。で2022年を目標としていましたが、コロナの影響でスケジュール変更になったので、改めて劇団と相談してこの時期にと心に決めましたというお話があったんですけれども、やっぱりね、なんか2022年、今年をね目標にされてたんだろうなっていうのは、なんとなくねやっぱりこれまでの作品の流れとか見ててもわかりますよね。特に今回のその公演のカプリチョーザショーの方を見て、皆さんがあゆりかちゃんってもうこの公演を本来ならば最後に決めてたんじゃないのかなっておっしゃってたんですよね。でそれがすごくよくわかりましたね、この会見でも。なのでね、本来コロナがなかったらもしかしたら今年までだったかもしれないのに、またねさらにゆりかちゃんの作品をもう一作見れることになったんだから、これは皆さんもうねコロナ禍で本当に残念なことが多かったけれども、これに関しては本当に嬉しい誤算だったなって思いました。では次の質問こちら、対談を伝えた時のみんなの反応はどうでしたかっていう質問がねやっぱり上がっていました。で相手役のね純花ちゃんにはやっぱり組子の皆さんよりも一足先にねお伝えになっていたということで、フライウィズミーの公演の前にね伝えられたそうですが、ねえ純花ちゃんがその場で即答されて、ご一緒にねご一緒させていただきたいっていう風に言ったっていうことで、ゆりかちゃん的にもねなんかもう嬉しいな、ありがとうっていう気持ちだったんじゃないでしょうかね。で組子のね皆さんにはこのハイアンドローの公演中にねお伝えになったということで、やっぱりねみんなの真剣な表情とかこう涙する姿を見て愛おしさが込み上げてきましたっていう風にお話されていましたが、これね本当組子としてはこういう対談発表を聞いた時って、こうなんとなく分かってはいても、やっぱりあーもう本当にその時が来ちゃったんだっていう
感じなんですよね。もうでもね、もうご本人が決めたことですし、それはね、自分たちが対談するときだって同じなので、まあ受け止めるしかないんですが、やっぱりね、トップさんとかトップコンビさんが辞められるときって、本当にね、ああ、そうなんだっていう、もう組子のみんなの何とも言えない空気感がね、うん、私はなんとなく想像がね、できますね。うん。で、次のね、このような質問がありました。虎組への思い。ということですね。やっぱりね、星組から空組に組替えしてきて、もう空組にとってはね、記念すべき年にトップスターになられたゆりかちゃんなんですけれども、やっぱり一番若い組だけど、20周年という記念の年に立ち会わせていただいて、諸先輩方が繋いできたバトンの重みを感じて、そのバトンをね、しっかりと渡していけるように最後の日まで務めたいと強く思ってますとね、お話しされていました。まあね、もう本当そうですよね。一番ね、最後にできた組ですけれども、やっぱり20周年という重みをゆりかちゃんも感じていたでしょうし、いろんなね、諸先輩方のこれまで積み上げてきた、積み重ねてきた、空組の歴史というものがありますので、それをね、しっかりと受け継いで、空組生にまたね、バトンをつないでいくっていう、ここがね、宝塚の素敵なところだなって、思いますね。決して自分だけで終わらせない。次のバトンをしっかりとつないでいくっていう意識が、どのトップさんにもあるっていうのがね、素敵ですよね。次の質問がこちらでしたね。思い出の作品は何ですかという質問がね、まあ上がっていました。まあね、皆さん思い出の作品はって必ずね、聞かれるんですけれども、もうさすがにね、ゆりかちゃんもその、宝ジェンヌとしての歴も長いですし、トップスターとしての歴も長いので、これっていうのはね、きっと難しいと思うんですよ。毎回この質問ってね、トップさんの会見で上がりますけれども。でやっぱりね、様々な作品や役と出会って、その時に、その度に多くのことを学んで考えて成長させてもらってきましたということで、やっぱりどれか一つをね、選ぶのは大変難しいですって答えていらっしゃいました。で、やっぱり今演じている役を一番にと常に考えているということで、強いてあげるならば、ハイアンドロー、今現在演じているコブラをね、全身全霊で大切に演じていきたいっていうふうにね、語っていらっしゃいました。なのでもう本当に私ね、東京公演、本当に早く見たいです。もうめちゃくちゃ楽しみにしてるので、本当にどうかどうかこのまま公演をね、しっかりと行えるようにお願いしますって思ってます。で、ゆりかちゃんの次の質問、こちら。目指した男役像はどんな男役でしたかという質問ですね。まあね、ゆりかちゃんもね、いろいろなトップさんのもとでね、しっかりとこう、成長してこられたので、いろんな方をね、勉強してこられたと思うんですけれども、これまで諸先輩方に教えていただき、学んでまいりましたが、この立場に立たせていただいている今も、改めて男役というのは終わりがない道なのだなって、感じていますっておっしゃっていました。自分が納得いくような男役像でお客様に楽しんでいただけるように最後の日まで精進しますっていうふうにね、語っていて、この立場になってもまだなお追求し続ける男役像っていうのは本当に奥が深いなって、思いますね。で、やっぱりね、最後はこちら、ファンの皆様へのメッセージということで、まあね、長い宝塚人生の中で、立ち止まったり逃げ出したくなったりする時もありましたが、そんな時に前に進もう、立ち向かおうと思えたのは、応援してくださるファンの皆様がいたからですっていうね、皆様の思いに何度も救われて導いていただき、感謝の気持ちでいっぱいですってお話しされていました。で、もっともっと大きな愛でお返しできるように最後の日まで励んでまいりますっていうことなんですけれども、やっぱりね、宝ジェンヌにとってファンの皆さんっていうのはなくてはならない存在で、どんな時もお手紙をくださったり、応援してくださって、客席からのね、熱い愛を届けてくださって、その思いっていうのはね、しっかりと宝ジェンヌに届いています。なので、もうお客様あってこその宝ジェンヌなので、やっぱりね、ファンの皆さんへの感謝の気持ちは大きいと思います。で、対談後のね、予定は未定ということで、まだ考えられませんということでしたけれども、恒例のね、結婚に関する質問も上がっていたみたいで、ね、ゆりかちゃんも来ましたみたいな感じで、最高ですねっておっしゃってたようで、本当にこういう感じで来るんですねって驚かれてたみたいですけれども、やっぱりね、こういう時に気の利いたお返事ができずに申し訳ないのですが、特に、ございませんっておっしゃっていました。まあそうですよね。ここでね、割とね、皆さん同じような返答になるのはね、もう定型文だと思って記者の皆さんも聞いているんだと思いますが、その場を和ませるためにいやもうね、ここまでしっかりね、スカイステージ宝塚ニュースを放送してほしかったなって思いましたね。残念です、これは。でもゆりかちゃんが本当にね、終始
ものすごく晴れやかな笑顔で、本当にすっきりしたお顔でお話しされていたので、ああもうようやくこうやって皆さんに発表できて、終わりがしっかりと見えている時点っていうのが、ゆりかちゃんにとってはすごく心地いい瞬間なんだろうなって私は思いましたね。あとゆりかちゃんがこうやって両手でマイクをね、こうやって持って喋ってたんですよ、ずっと。これがものすごくなんか、あんなに男らしい真壁鈴穂さんなのに、こんな風に喋ってて、もうそれが、ああ、可愛いな、ゆりかちゃんって思いながらね、見てました。もうとにかく本当に素敵な会見で、すがすがしくって、もうますますね、最後の日まで、こちらはね、全身全霊で応援していきたいなって思いました。はい。で、続いて、こちら。純花ちゃんの記者会見の様子ですね。で、純花ちゃんが、まあ、大劇場4作品ということで、研究科8年生とのね、対談になってしまいます。でも本当に早いなと思いましたし、やっぱりね、皆さん添い遂げるっていうのが、ちょっとね、意外な決断だったようで、ツイッターとかね、SNS のトレンドにもやっぱり添い遂げ対談っていうのがトレンドに上がっていたぐらい、本当に話題になっていました。で、当日、こう、真っ白のね、ワンピース、長いロングドレスで、登場されていましたが、どうやらね、そのロングドレスも、ゆりかちゃんのね、おすすめだったそうで、当日はゆりかちゃんが昨年の、純花ちゃんの誕生日にプレゼントしたというピアスをね、身につけて、会見に臨んでいらっしゃって、真壁さんがね、ここにいらっしゃらないので、こう、しっかりと真壁さんをここに感じられるようにつけてきましたって言ってる姿が、もう、なんともいじらしくって、可愛らしくって、本当にね、ゆりかちゃんのことを心から、お慕いしてるんだなっていうのが分かりました。うん。で、対談にね、臨むときに、ゆりかちゃんには、心のままに、今まで感じてきた大切な思いを、しっかりとね、お話ししていこうねって、言われたそうです。本当に、純花ちゃんもね、すごく綺麗で、本当に美しくって、ああ、もうゆりかちゃんと同じく、対談を決めた人ってこんなにキラキラするんだな、っていうふうに、思いました。じゃあ、まずね、最初の質問がこちら。対談を意識したきっかけはいつですか？ということですね。で、これに関しては、まあ、いつというよりも、初めて、その、ゆりかちゃんのお隣に立たせていただいて、2021年のホテルスビッツラハウス、これ、プレお披露目公演でしたよね。で、この初日の日に幕が開いた時に、このような奇跡に心からこう、感謝して、その時から最後まで真壁さんとご一緒させていただきたいってもう強く心に決めていたので、ゆりかちゃんが対談するって聞いた時に自然な流れで決めたというふうにね、おっしゃっていました。で、次がこちら。真壁さんから対談を聞いた時の感想ですね。で、これについては、Fly With Me の公演前に、そのゆりかちゃんが純花ちゃんにね、直接対談のこう意向をお話しされたということで、それをね、聞いた純花ちゃんは、まず何よりも真壁さんがその自分にそんなことを話してくださったことが嬉しくってっていうふうにおっしゃってて、やっぱ迷いなくその場で即答で、もし真壁さんがよろしかったらご一緒させていただきたいっていうふうにね、答えられたそうです。もうこの即答で答えたっていうところがなんとも潔くって、ここからもね、やっぱり最初からゆりかちゃんと本当に最後まで添い遂げるっていうのを決めていたんだなっていうことが伺えて、もう本当にね、もう感動しましたね、この会見に関して。うん。で、真壁さんからはやっぱり感謝の言葉ありがとうって言っていただいて、最後まで一緒に頑張りましょうってね、お言葉をいただいたことが一生忘れられないような瞬間になりましたっていうふうにね、言ってらっしゃいました。で、次の質問がね、ちょっと私本当に会見見ながら泣けてきたんですけれども、こちら。真壁鈴穂さんについてですね。で、まあ、ゆりかちゃんにね、ついてのお話をされていましたけれども、こう、真壁さんにまず出会わせていただいた奇跡のようなご縁に、やっぱり感謝の気持ちでいっぱいですと。で、真壁さんと最後までご一緒させていただけるということに、大きな価値、そして財産だと心からね、感じているっていうふうにお話されていました。で、どんな時も、こう、なんて言うんでしょうかね、このような私を大きく受け止めて、しっかりとね、大きく手を広げて、手を差し伸べてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいですっていうふうにお話されていましたけれども、純花ちゃんがね、涙でこう詰まってしまったところがあって、それが、居場所を作ってくださったっていう言葉だったんですよね。もうこの言葉が本当に大きいなって思ったんですよ、私。っていうのも、やっぱり純花ちゃんって、雪組から空組に組み替えをしてきた。これはもうトップ娘役になるために組み替えをしたわけじゃないですか。
で、もともとゆりかちゃんには星風まどかちゃんという相手役さんがいらっしゃって、でまどかちゃんはもう本当にね、優等生で実力派で何でもできる娘役さんで可愛らしくってっていう状態で、こう真風さんとね組んでいらっしゃって、ものすごいプレッシャーだったと思うんですよ。で、組み替えするだけでも緊張感はあるのに、さらにゆりかちゃんの相手役にならなければいけない、しかも2番目の相手役にならなければいけないっていうことで、もうね、いろんなことが不安だったりとかしたと思うんですよね。で、そんな中でやっぱりゆりかちゃんがものすごく純花ちゃんをね支えてきたっていうのが、その居場所を作ってくれたっていう言葉に集約されてるなって思うんですよ。みんなの中にしっかり溶け込めるように、みんなの中に馴染めるように、そして自分とのコンビがこう、なんて言うんでしょうね、違和感がないように、しっくりとぴったりと合うように居場所を作ってあげたのがゆりかちゃんだったんだと思うんですよね。で、その優しさに触れて、純花ちゃんはきっとね、そのことを、今までのことを思い出しながら、居場所を作ってくださったっていう言葉に関して、こう涙がね、溢れていらっしゃったんだと思います。本当に素敵だなって、だから思いましたね。うん。で、そうやってね、居場所を作ってくださったことに感謝しているということで、まあ、責任感を持って、しっかりと最後まで相手役を務めさせていただきたいというふうにね、お話をされていました。もう本当にここまでで私結構号泣してたんですけれども、この記者会見で。で、次の質問がこちら。幸せを感じた瞬間はいつですか？という質問で、これに関してはね、もう毎日、その瞬間その瞬間が一番幸せだって思えるぐらい幸せですっておっしゃっていて、これはね、本当にね、幸せだなと思いますよ、そのこと自体が。うん。で、どの瞬間ってね、決められないっていうふうにおっしゃってて、またここでもね、真風さんと毎公演、ご一緒に舞台に立たせていただいている瞬間、そしてお客様が見てくださる瞬間、空組の皆様と過ごす瞬間が、本当に幸せですって、ね、おっしゃってて、もうどこまでもね、やっぱりゆりかちゃんと一緒に舞台に立てることの喜びをね、語っていらっしゃいました。うん。で、次の質問がこちら。就任時にゆりかちゃんに伝えられたことっていうことですね。で、これがまあ人として同じ方向を見て、ありのままの自分でいてくれればそれでいいよっていうことで、嘘偽りなくいてくださいっていうふうにね、言われたそうです。純花ちゃん的にはやっぱりね、短期でのその対談になってしまうので、短いとね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は時間よりも、真風さんに出会わせていただいた奇跡のようなご縁に感謝して、それを財産に思い、しっかりと最後まで務めたいですっていうふうに語っていらっしゃって、やっぱりね、皆さんがもったいないとか、まだいけるんじゃないのって思ってる子の気持ちもね、純花ちゃんわかってるんですよね。だけど、自分の中ではそれよりも優先したい気持ちがあって、やっぱりゆりかちゃんと一緒に辞めるという気持ちがね、一番強かったんだろうなって、うん、思います。本当に私もね、皆さんと一緒ですよ。まだまだ見ていたいと思いますし、もっともっと輝けると思っていたので、でもね、あの対談記者会見を見たら、本当にもうなんか、もっといてほしいなんて言えないなって思いました。本当に良かったねって、うん、逆に思いましたね。うん。で、最後はこちら。ファンの皆様へということで、もうね、本当にこのような私をいつも温かく受け止めてくださって、いつでもどんな時でも温かいお言葉をくださる皆様に本当に感謝してもしきれませんと。で、最後の日まで少しでもご恩をお返しできるように、まだまだ精進し続けたいと心しておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いしますっていう風にね、締めくくられていました。もう本当にね、とにかくゆりかちゃんへの感謝の気持ちと、大きな大きな信頼と大きな愛をね、感じられる、もうめちゃくちゃ素敵な記者会見だったなって、うん、思いました。なので、もう私はね、ハイ&ローとにかくまずは見るのは楽しみですし、マカゼイズムもどうしても見たい。そして最後のボンドもどうしても見たい。なので、どうか神様、私にチケットをお願いします。皆さんの元にもチケットをお願いします。ということで、今日は、空組トップコンビの記者会見の様子を皆様にお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。